こんにちは、獣医師の藤村です。今回の動画ではですね、ワンちゃんが嗅ぐと病気になる危険な匂い3選ということで解説していきます。一つでも嗅ぎ続けると最悪の場合、病気になるどころか亡くなってしまう危険性もありますので、最後までご覧ください。特に最後の3つ目は誰でも馴染みのある匂いになりますのでね。1つ目、タバコの匂い。タバコの煙っていうのは空間の下にたまるんですよ。特にその有害なね、煙っていうのは。ワンちゃんは人間の子供以上にタバコの煙の影響を受けやすいと言われております。まあ、っていうのは下の方にね、タバコの煙が下の方にたまるから、特にこう人間の子供よりもね、低い位置にいるワンちゃん、まあ、他にも猫ちゃんもそうですけど、低い位置にいるワンちゃん猫ちゃんはこうね、二次喫煙って言ってね、こう受動喫煙 の原因になりやすいんですね。影響を受けやすいってことです。タバコの煙の影響を受け、ワンちゃんは受けやすいよってことです。で、ワンちゃんも人間と同じでタバコの匂いを嗅ぎ続けると、まあ、二次喫煙ですね、受動喫煙って言うんですけど、で、まあ、がんになる危険性もあるので、まあ、注意してくださいってことですね。で、2つ目はマニキュア。ワンちゃんはですね、マニキュアの刺激臭が苦手ですね。ワンちゃんはですね、マニキュアの匂いを嗅ぎ続けると体調が悪くなることがあります。で、3つ目はですね、柔軟剤の香りです。これ香害って言ってね、香りの害って書いて香害って言うんですけど、そういった言葉をご存知ですかね。以下ですね、宝塚市のホームページから、まあ、香害についての分かりやすい文章があったので引用させていただきますね。引用元も貼っておきますのでね、概要欄にもね、リンク貼っとくので見てもらえると嬉しいんですけど、まあ、引用を言わせていただきますと、香害っていうのはですね、香害とは合成洗剤や柔軟剤、化粧品類などに含まれる合成香料、過去化学物質によってさまざまな健康被害が誘発されることを言います。近年ではこの香害が原因となって化学物質過敏症を発症する人もいます。まあ、以上引用終了になるんですけど、まあ、こんな感じでですね、香害っていうのは人だけじゃなくて、ワンちゃん猫ちゃんにもね、起こります。ワンちゃん猫ちゃんはですね、人間よりも体が小さいので少量の香料であっても有害な影響を受けやすいんですね。体が小さいのでね、例えばお薬なんかでもそうですよね。人間が飲む、大人が飲むね、1錠の1粒のね、お薬であっても、それをワンちゃん猫ちゃんが飲むと、まあ、量がね、体重がね、ワンちゃん猫ちゃん小さいので、まあ、過剰投与になってしまってですね、副作用が出やすいんですね。まあ、これと同じでですね、その、まあ、香りもその香害って言ってね、化学物質なので、体が小さいワンちゃん猫ちゃんはね、ちょっとした量でも影響を受けやすいんですね。例えば柔軟剤というね、良い香りのする消臭除菌スプレーとかね、その柔軟剤とね、良い香りがする消臭除菌スプレーを使ったところですね、飼ってるワンちゃんが呼吸困難の症状を起こして動物病院を受診したってケースがあるんですね。で、獣医師の指示で怪しいんだね、獣医さんは柔軟剤とかね、そういう消臭除菌スプレーを怪しいんだ獣医さんは、まあ、それ使うなと言ったところですね、実際に飼い主さんやめたところ、ワンちゃんの呼吸困難の症状が消えたっていうね、症例もあるんですね。それぐらいなので、まあ、柔軟剤もですね、ワンちゃん猫ちゃんがいるところではあまり使わないとか、ワンちゃん猫ちゃん用の、まあ、衣服とかには使わない方がいいかなっていう話ですね。以上ですね、解説を終わります。今後もですね、ワンちゃんに関する情報を発信していきますので、ぜひですね、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは失礼します。